NHK 放送技術研究所は、立体映像のキャプチャーとディスプレイを実現する未来の放送方式として、インテグラル立体テレビのプロトタイプ開発に取り組んでいます。こちらのインテグラル立体テレビと申しまして、100年ほど前に立体写真の技術として発明されたインテグラルフォトグラフィーという技術を元にしております。でインテグラルフォトグラフィーは写真の技術だったんですけれども、こちらの会場では動画として立体映像を楽しんでいただけるようなシステムになっております。システムはレンズアレイを使用します。フル解像度スーパーハイビジョンカメラで映像を撮影し、何らかの歪みがある場合には撮影画像に処理を施します。最後にレンズアレイを介して映像をディスプレイします。このシステムにより真の裸眼立体映像が再現されるため、特殊な 3D メガネを着用する必要もありません。今よく映画館とかアミューズメントパークでご覧いただけるのは、立体メガネをかける方式なんですけれども、そのようなシステムでは目が水平に並んでないと立体でご覧いただけないんですけれども、こちらで展示しているシステムでは目が斜めとか縦になったような状態でも立体映像を楽しんでいただけることができます。ですので、例えば将来的に立体テレビをご家庭でご覧いただくときには、ソファで寝転がって見るようなことも考えられますけれども、そのような状態でも立体でご覧いただけるようなシステムになっております。ネイティブ 8K 解像度のスーパーハイビジョンプロジェクターを使うことで、パララックス立体映像を 400×250 ピクセルの解像度でディスプレイ可能です。小さいレンズがたくさん並んだレンズ板になっておりまして、見た目の解像度というものはこのレンズの数とあとレンズのピッチに依存します。で今400個水平に400個垂直に250個並んでるんですけれども、これをもっとたくさん細かい状態で並べることで、立体像の画質が上がります。それとあと奥行きに深い映像を表現するためには、この一個一個の小さいレンズでできる画像の画素数というものを上げる必要があります。レンズアレイの製造技術を改善したほか、投影される基礎画像の歪みを補正するシステムにより、以前のプロトタイプと比較して映像のクオリティが向上しました。 NHK 放送技術研究所では、映像クオリティのさらなる改善に取り組んでいるとともに、再構成映像の奥行き感をコントロールできるような映像処理技術の開発に努めています。究極的には裸眼によるインテグラル立体放送システムを目指しています。 Digging for News